よ、ロクサス。久しぶりだな。なんだよ、そのキョトンとした顔は。アクセル、忘却の城のメンバーは全滅したって。俺、強いから。心配したんだぞ。心配？俺たちノーバディには心はないっての。俺、アイス買ってくる。ボスに報告しに行かねえとな。叱られっかな。まだ城には戻ってないのか？うん。どうしてここに？怒られる前には心の準備が必要だからな。心、ないんだろ？ん？おい、アイス溶けてるぞ。早く食え。アクセルがいない間、ここでシオンとアイスを食べてた。シオンと？アクセルが帰ってきたら3人でアイスを食べようって約束したんだ。シオン、俺の友達なんだ。報告はどうした？もうちょっとねぎらいの言葉とかはねえのかよ。ナミネが行方不明になったという話は聞いている。いつの間にかいなくなっちまったんだ。今頃どこにいるのかね。部屋は全て探したのか？全て？全てなんて無理なことはお前もよく知ってるだろう。あの部屋は見つかったのか？見つかってたらちゃんと報告してる。それにしてもマールーシャが裏切り者っていうお前の予想は正解だったわけだ。うん、邪魔な奴らをまとめてあの城に送り込んだだけだ。もしかしてそれには俺も入ってたのか？まあ無事に戻ってきたならそれでいい。ゼクシオンを始末しておいた。お前の望み通りに進めておいたぜ。今のところは。お前、明るくなったな。お互い様だろ。アクセルもなんか明るくなった。そうか？だったらあいつの影響かもしれないな。え？いや、こうやって二人で笑いながらアイスを食べられるのはお前のおかげだな。今日はシオン来ないのかな。ロクサス、今はあいつを倒す方が先だ。シオン、大丈夫か？ロクサス、怪我なかったか？ありがとう。大丈夫。でも詳しい話は後だ。とりあえず場所を移すぞ。ほらよ。ありがとう。アイス溶けちゃうぞ。うん。どうしたん？早く食っちまえよ。何かあったのか？悩みがあれば友達に話すもんだ。そうだよな、ロクサス。
俺たち友達だろ。キーブレードが使えなくなっちゃったの。キーブレードが使えないと任務を遂行できない。一体何があったんだ。わからない。でもキーブレードでハートレスを倒さないと、ハートレスから心を解放できてもその心はまたハートレスに取り込まれてしまう。一時的にハートレスの存在をなくすことしかできない。私はハートの回収をしなければならないの。だからキーブレードが使えなかったら私用なしになっちゃう。なんとかできないのかアクセル。なんとかって言われても俺にはどうしようもない。キーブレードがなけりゃハートを回収することはできない。このままじゃ私ダスクにされちゃう。どうにもならないのか。だからどうにもならねえって。待ってよ、何かいい方法があるのか。ロクサス、お前が頑張ればいい。え、どういうこと。シオンがキーブレードを使えるようになるまで必ず二人で行動すればいい。そうすりゃシオンがキーブレードを使えなくなったことは誰にもバレない。そうか。ただ今までの2倍ロクサスが頑張らないとな。俺頑張るよ。いいの。いいに決まってるだろ。でも困った時は友達に甘えるもんだ。そうだよなロクサス。友達、アクセルも私の友達なの。シオンがロクサスの友達なら、シオンは俺の友達だ。ありがとう、ロクサス、アクセル。いいから早くアイス食え。機関のメンバーは同じノーバディなのに、得意なことが違うんだな。そりゃそうだ。個性ってもんがある。心のないノーバディなのに。心がないからといってそれぞれが全く同じってわけじゃない。人間だった頃の記憶もあるからな。記憶？そんなものあるのか。機関のメンバーになるようなノーバディは特別なノーバディだからな。一応人間だった頃の記憶を持ってる。俺にはない。私にも。お前たちは特別なノーバディの中でもさらに特別ってわけだ。アクセルはどんな人間だったんだ。俺か。そうだな、あんまり変わんねえ気もするけど。そういうのを覚えてるのが羨ましいよ。そうか。面倒なだけだけどな。俺はノーバディとして生まれたばかりの頃の記憶もほとんどないから。ぼーっとしてるだけだったからな。言ってでも私もあんまり覚えてない。二人には共通点が多いんだな。俺どんなやつだったんだろう。アクセル。おう、なんだいきなり。任務どうだった。ハートレスってのはなんであんなに面倒くせえ動きをすんだろうな。おかげで腰打っちまった。強いんじゃなかったのか。それとこれとは話が別だ。ね、お前らどうだったんだ。
じゃーん。ロクサスとアクセルのおかげだよ。俺は何もしてないぜ。朝アクセルが二人で任務に行けるようにしてくれたじゃない。アクセルがいなかったらシオンはキーブレードを取り戻せなかったかもしれない。ありがとうアクセル。シーソルトアイス一本でどうだ。え？それで今回の件はチャラだ。わかった、私アイス買ってくる。こうやってずっと一緒にいられるといいな。そうだね。いきなりなんだ。毎日任務の後に3人でアイス食べて一緒に夕日を見られたらいいなって。まあそりゃ無理な話ってもんだろう。なんて言ったって俺たちはノーバディだからな。大切なのはみんなで毎日会うことじゃない。会えなくてもお互いのことをいつも考えている方が大切だろ。記憶したか？何似合わないこと言ってるんだよ。うっせえ。